だからこれはね、元気があったらはみ出んねん、弱々したったらはみ出へんねん、どっちがいいかはみ出る方がいいねん。だからギャーッとやって市販されてるやつを加工することによって無限に入ってるわけでぶっとるんです。その中の今日は色を極力使わないで無彩色の黒の美しさを出してみようと。スペインっていう国は不思議なことで印象が行かなかったんです。ヨーロッパ、スペインだけ行かなかったんです。それで黒の代表というかゴヤですよね。じゃあもう黒こに全然黒が入ってる。こっからどうするかやから布でオイルをします。それで光るところを取っていくんです。するとものすごい色になります。わかりますか？だからこの辺も取るんですよ、明るいところ。それで、ベッドからこういう風にして、むしろちゃんと落ち着きますからね。ちょっとずつ違うんだけど、やっぱりそれなりにみんなうまくいってます。この絵もうまくいってますね。ちょっとずつ抵抗して自然主義からちょっと自分なりに工夫した方が面白いかもわかんないですね。